ということでね、おやつの調達もしたので今から篠ノ井に行きます。こんな混んでんの？みんなどこまで行くんだろう？長野まで行くんだろうか？マジか、知らなかった。うわー、もっと早く行っときゃよかった。最悪。嘘だろ。ちょっとおやつ買ったのに、ね、普段甘いもん食べなきゃ、じゃあ頼もうと思ってやったのに。マジか、これは辛い。実はね、もう今のうちに言っておきましょう。何度かね、行ったこともあるかもしれないですけど、篠ノ井線にはですね、これは今から行く篠ノ井線で、今から行く篠ノ井までの途中に、オバスティって駅があって、そこがですね、日本三大車窓の一つなんですよね。とにかく綺麗ということで、ね、そこを撮りたいんですけれども、ちょっとめっちゃいるなといった感じで残念です。ということで乗り込みましょう。ここはですね、あずきちゃんの配信でも出てきたオバステーキです。日本でも数少ないスイッチバック駅です。いやー、車内放送でスイッチバックを行いますか、三大車窓がどうこう、この後がどうこうって言ってて、そんなこと言ってくれなと思って、カメラ回しときゃよかったんですけど、カメラ回してませんでした。普段ね、なかなか降りてることなくて、いつもね、特急信濃号で名護のまで普通に行っちゃうんですけど、今日は降りました。1時間後の列車に乗ります。まさかね、僕も降りたことなかったんで、こんな駅だったんだと思って、すごいね、時間潰せる駅なんですよ。だからこれでいいやといった感じです。でね、この後、これなんでこんなタイミングで座ってずっとねいるかっていう話なんですけど、スイッチバックの準備もあるんですけど、優等列車がここを通ります。すごいよ、ここだけでももういいよ。日本三大車窓とかも言う前にここだけで十分もう楽しめますから、すごい。見てこれどうぞ座ってくださいっつって、景色見てねっつって、雨じゃなくてよかった今日マジで。1時間いられるかなと思ったんですけど、全然いられるわ。素晴らしいです。いやー、マジで嬉しい。なかなか来る機会がなくてさ。え、どっから来るの、わかんないや。うわー、え何の音今の。向こういいなぁ。もっといい写真撮れるだろうな、あそこだったら。ということで、オバステーキですね。今のがね、途中信濃港で、名古屋と長野を結んでおります。いつもはね、もう名古屋、長野で乗るんですけれども、今年から乗り継ぎ割引っていう紙制度がなくなりまして、乗らなくなっちゃったんですよね。で、向こうはね、行き止まりでございます。そもそもね、スイッチバックって進行方向を変えるだけじゃなくて、そもそも、あれなんですよ。今消えたな。進行方向を変えるのがスイッチバックではなくて、急勾配の坂を登るとか降りるとか、そういう時のために使われております。だからね、あんな感じになってますね。初めて見た。今日ね、あずね、降りちゃったんですよね。そもそもちょっと降りるかどうか悩んでたっていうのもあるんですけど、その代わり、アクスタ持ってきたんで、ガイドのやつの、フォロシティの。あれでなんかいろいろやろうかなと思います。いや、当然僕はこっちからね、こう来てこう行っております。スイッチバック進行方向も変えます。バイバーイ。全然1時間これなら楽しめるわ。ということでね、ゆっくりおくつろぎくださいみたいなことも書いてありましたけれども、そこでね、松本で買ったおやつを食べて、楽をカフェオレ飲んで、時間を潰そうかなと思います。なんだったら1時間じゃ足らないかもしれないね。ここってさ、絶対違うよね人いるかなと思ったけど絶対いないわ。そりゃそうだよな、前から降りろって言われたからさ。ということで、いや、いいなこれ、素晴らしいよ。
じゃあバイバイといった感じではい、あいやいいところだね。なかなか皆さんここ来ることないと思うんですけど、まあ、あの松本駅から、まあ、東京の方であれば、あの特急信濃じゃねえわ、特急あずさで松本まで行っていただいて、で、まあ、在来線普通に乗り換えていただければ、50分ぐらいとかで来れると思います。はい、あの混んでたんですよ、それも。だからもう降りていいやと思って降りたんですよね。立ってたんで僕、ここまで。50分もかかんないな。そんな感じでね。あの今回ですね、あのちょっとあの機械の限度を超えてしまいまして、こうなっております。で、この篠ノ井線、ちょっと今いけるかな、これですね、この松本と篠ノ井の間にいますということです。まあ、あの動画どうなってるかわからないんですけども、まあ、乗ってきた列車も下をスーッと行きまして、オーバーステーキでまあ約50分とかそれぐらい時間を潰すことになりました。あ、そうなの、篠ノ井駅を帝国通りになると教えてくれるんだ。今度はこっちにやってくるんですけど、まあ、ちょっと動画どうなってるかわかんないです。あ、おやつをね買ったんですよ。こちらの落語とこれですね、これ、普段食べないから何とも言えないんだけど、なんかね、向こうにチーズの変なスティックがあったんで、それにしようかなと思ったんで、安いから、まあでもいいかなと思ってこっちにしました。ということでね、まあ景色を見ながら時間潰そうかなと思います。今からちょっと充電します。充電して、まあ篠ノ井線の景色撮ろうかなと思うんですけれども、もうこんだけガッツリ見えてるな、十分だよね、もうこれだけ見えてるよね、ねえ、ということです。なんかあれですね、チーズの香りの方が強いね。リンゴの香りもするんだけど、なんか一かじりしたところ、ま、チーズの味の方が上かな。あとはなんかタルトのここの生地のやつが強いかなって感じかな。どうだろう、まあ、よくわかんないや。なんで喋ったって感じなんですよ。すいませんね。ニューデイズにね、これ売ってて買ったんですけど、僕もニューデイズで、ね、気になってたやつがあったんですよ。買うの忘れちゃった。多分、どこでも売ってるんじゃないかなと思うんだけど、スイカのペンキンいるじゃん。あれと東京駅の、まあ、絵がセットになった小さいクリアファイルがあったのよ。それ買いたかったんだけど、忘れてた。あーっと思って、やってしまった。まあ、長野駅とかでも探そうかなと思います。お、来たぞ。松本方面の普通列車が。カフェオレ飲んだらさ、カフェインでおトイレ行きたくなっちゃった。ここゴミ箱あんのかな、ちゃんと捨てときたいなということで。結構早いな。ああ、せっかくだから今あの人がいるところで撮らないといけないのに、僕はさっきから何をやっているんだろうな。せっかく来たのにもったいないな。信濃ぐらいはあそこで撮りたいな。どれくらいの人が降りるんだろうね。それも、まあ、確認で見ておきましょう。もはやなんか観光地化してるかせいか知らないけど、駅のホームの色もなんか違うね。こっちのホームだけかなと思ったんですよ、こういうの景色見れるから。だったらこっちもっすよ、よく見たら。素晴らしいです。あ、あの人乗る人だ、ラッキー。じゃあ景色取りに行こう。誰も降りなければ、荷物置き場でも何とかなるから。え、海外に行く、降りてね。あ、別にいいけど。ちょっと僕も向こう行こうかな。信濃取りに行きましょう。ダメだ。今度は海外に取られちゃった。何やってんだろうね、ほんと。
なんかほんとバカなことやってんな、ずっと。ということで、まあ、やらかし放題、やらかし放題ということで、まあ、こんな感じになりました。まあ、でも、いいよ。そういうこともある。もう二度と来ないだろうけどね。いや、二度とってことはないか。とりあえずなんか、ちょっとラスト死んだのもう一回チャレンジするか。まあ、乗り遅れたら別にまた一時間待てばいいだけですね。急いでないから。もういっか。ということで、スイッチバックしていくところを見れるんかな？まあ、見ていこうじゃないか、といった感じで。気のせいか？雨降ってきた。なんか雨降ってる気がするな。お？もういいわ、別に。ということで、出ていきます、こいつ。鉄道ってバック運転できるんだね。ちょっとよくわかってないんだけど、僕も。ん？あ、違うわ。そうだ、そもそも違うじゃん。間違えた間違えた。この後自分が乗るやつは、なんかよくわかんないことになるんだけど。そうだそうだ、松本は普通にあっちだから特に何かする必要はないんだ。いやー、もったいないなー、本当に。待って、さっきの海岸に来てそこは歩いてるけど、ここに何しに来たんだ。え、住んでんの？ちょ、わけわかんねえんだけど。ということで、まあいろいろやらかした結果こうなりました。まあ次自分が乗るやつが来て信濃号が通過すると、何、篠ノ井方面に行けるんだけど、中の方面。ちょっと危ないかな、それやんの。マジでやらかしたの、ほんとバカだわ。まあいいや、もう。またいつか来れるといいなぁ。まあ、別に、来れるか。また来るか。別に松本から追加で乗車券変えたしていいか。長野まで行かなくてもいいからね。別に、やろうかな。といった感じで。こっちからの方が、まあ、開けとってよう見えるな。え、違う、さっきまで僕は座ってたからだ。何してんだろうね、さっきから、ほんと。これ何？僕。まあ、特になんかあるわけでもなさそうですね。あそこの川とか橋何なんだろうな。全く調べてないから、よくわかんないな。なんかもう、パーンってなって、ずっとね。あとな、結構匂ってくるんだよな。ここの匂いなのか、あれの匂いなのか。あれの匂いだと思うんだけどな。こんなとこずーっと撮っててもしょうがないんで、まあ、切るか、さすがに。なんか全然気づかなかったけど、いろいろあるんだね、こんな感じで。はあ。昭和62年。いやー、1時間じゃ足らないのと。あれ、僕のマスク吹っ飛ばされた。あれ、落としてったんだ。よかったよかった。あ、ポケットから落ちたな。風がほぼないから。よかったわ。人が線路を歩いているぜ。線路じゃねえ。踏切ね。え？ちょっと待って。あれ？ちょ、待って。え？ゴミ箱探しに来たんですけど、やっぱないっすね。ということで、こんな感じで、中ね、見てみましょう。さっきの人普通にね、ホーム来ました。今いいところ、そこに座んのかーいってところに座られちゃって。液体があるんだけど、めっちゃいいやん。で、これで、これ
どういうこと？窓口あんのここ。あったらめっちゃ欲しいけど、乗車券なんてやってないでしょ。こんな感じで、ん？なんかすぐちょっとね、上にね、なんか車走ってんだよね。ガイダンスしてるらしいよ。まあ、ちょっと。列車が急勾配を上り下りするために駅を作る場合に利用する鉄道施設です。昔この地を走っていた蒸気機関車は急勾配の途中で一旦停車してしまうと再び発車することが難しいため、本線から分岐する平坦な線路を設けてそこに駅を設置しました。荷物置きっぱだ。このオバステ駅も急勾配の途中にあり、スイッチバックを利用した駅として有名です。例えば長野方面から松本方面へ向かう列車がオバステ駅へ停車する際は、一旦駅を通り過ぎバックしながらオバステ駅に入ってきます。反対に松本方面から長野方面へ向かう列車はオバステ駅に入ってきて、お客様の乗り降りが済むとバックで出ていきます。現在は鉄道技術の発展により、このスイッチバックが残っている場所も全国的に少なくなってきています。 OKOK やべ、意外と長いな。またOKOKOK。 ちょっと僕荷物はね、向こうのホームに置きっぱなんですよ。写真だけ撮りに行ったんですよ。まあ、あの荷物等々向こうにあんのと、ここが行動でね、うまいことホロリーを回せない。てか、ホロリー何 ?12 月にサービス終了すんの。えと思って今。びっくりした。ということでね、戻ります。向こうに。どうやら時間が来てしまった。ホロリーで最後、あずきちゃんでいろいろ撮ろうと思ったんですけど、失敗しました。なんかうまいこといかなくて、横にしようと思ったらなんか消えちゃう感じになっちゃってやらかした。ということでね、まあもうせっかくあれなんですけれども、まあ立ち去ろうと思います。信濃号の通過は無理っぽいな。ちょっと怖いな。私がね、おやつとかね、充電とかね、わけわかんないことしてなければね、もっと取れた。1時間じゃ足りなかったよ今回。あれ何と思って、これ何だと思う。僕はわからないです。ということで、ちょっとさすがに信濃号怖いんで、もう取るの乗り込みますわ。せっかく4秒で来たしね、これ。空いてそう。信濃号怖いって言った瞬間来たわ。
山で